みんな戻ってこれました？みんな戻ってこれた？小町さん、いらっしゃい。そうちゃん、いらっしゃい。これさ、車の中でも食えるレベルだよね。キャンさん、いらっしゃい。タンジェルさん、いらっしゃい。コッチさん、いらっしゃい。アオハさん、いらっしゃい。モーゼのように。一回ラジオにしよう。ガルルさんいらっしゃい。わーいらっしゃい。映像 OK ですか？先にちょっと写真撮らせていただきます。あ、車入ってきちゃった。入ってきちゃったけど、まあいいや。映像戻ってますか？え？ちょっと待って。え、これ本当に新聞入ってるよ。新聞の自販機がある、やべえ。新聞の自販機初めて見た。お、電気ついた。これは普通だね。見たことない。ないない。あとは普通の自販機と、普通の自販機と、ガムある、ガム。病院にあるんだ。初めて知った。どうしよう、悩むな。どうしよう、肉うどんか、肉うどんか、ラーメン、どうしよう、ラーメンがないか。最近ラーメン食べてないの。3本しか選べないの珍しいね。ラーメンにしよう。トラウドはノーマルすぎる。
陶器じゃない、なんていうの、プラスチック。初めて見た胡椒ある。ではでは、ポトと食って銀杏とか行くんで。危ない、足すっ飛んじゃった。こういう旅いい？声聞こえてる？いただきます。とりあえずラーメン系はちゃんとね、混ぜないと思う最初。チャーシューが出てきた。チャーシューとメンマとネギだけかな。しかもメンマ1本しか入ってない。あ、2本あった。チャーシューとメンマとネギだけだね。じゃあちょっと撮影させてもらいます。ここはそばとラーメン。うんとね、天ぷらそば、天ぷらうどん、肉うどん、ラーメン。ラーメン350円で、あと300円。全部300円。そうだね、ここ値段は普通ですね。ちょっと一回、胡椒なしで。この胡椒珍しいよ。もういただきます。いただきます。あ、結構硬めんだね。硬めん。うん、あ、もやしも入ってる。もやしもあった今。食感がもやしもある。うん、うまいうまい。チャーシューは結構ちゃんとしてる。栄養なさげ？うん、絶対栄養ないね。今日何食目だろう。うどん。うどん、麺類。1、2、3。今日4個目ですね、これ。まだ4杯目。カルルスって何？カルルス。
まあまだって数。ノーボリーで。お菓子って書いてあるけど、なんだかわかんない。甘さんさんでしたね。何炭酸？炭酸？うん。登別って温泉じゃないの？採点しながら食うね。登別の何？熊さんたちが作った？品名か。ちょっと値段がわかんないからまだいい。肉うどんいくらだ。あ、ご飯いってらっしゃい。何これ？俺今開けるかな？あ、大阪のせんべいなんだ。本当だ。グルッての見えた見えた、これ。肉うどんは350円だった。肉うどんとラーメンが350円で、天ぷらうどん、天ぷらそばが300円。まあ、普通の感じだね。よくある。あ、開いた開いた、見えた見えた。じゃあスーパー残しますね。ごちそうさまで。鬼フライもあった。大阪のおせんべいだったらリスナークイズに持ってこいだな。コストは4だね。レアリティが、レアリティが、あの3個の自販機、これ稼働してんのかな、これ。待って、稼働してたらこれポイント高いよね。UCC。稼働してないでしょ、これ。稼働してないや。まああるだけでレア、オリジナルが1だ。あとガムが稼働してた。ガムとお菓子、富士製麺が2つ、富士電機製2つ。年代物のコーヒーやだ。賞味期限切れでしょ。ビューはかなりいいよね、これ。ビュー。ビューはかなり良くない？この昭和レトロっぽい。こういうビュー好きなんだけど。
これ道沿いなんだけど。あ、ぜやんくなっしゃい。普通のこういう道沿いに。このビューは俺、こういうのが、ゲーセンについてるうどん自販機よりも、こういうなんか道沿いにある、こういう方がなんかポイント高いんだよね、俺の中では。もちろん、オレンジハットみたいのもすごいんだけど、そう、マニアックでしょ？景観めっちゃいいよね、これ。今までの、ビッグチェイスが確か景観良かったんだよな。あと、オートパーラー満腹とか。オートパーラー満腹何点にしてるかな。オートパーラー満腹、あ、9点だ。オートパーラー満腹もなんか、俺、ああいうの好きなんだよね。ゲーセンだけど、ちょっと看板がおしゃれ。うん、そう、ちょっと懐かしい。じゃ、ここ10にしようか。せっかく来たからね。これ、外観ちょっと、これより上があるかもしれないけど、上もあったらまた10ね。10にしよう。麺の味は、相模原の自販機のラーメンと同じような味だったの。相模原自販機のラーメンと一緒の味。あれを8にしてるのか。でも8が多分他のものも入れてるから7だな。リアリティはうどんの機械2個あるから4点でしょ。で、UCC は稼働してないから、ニュースがあったね。あとこのお菓子の自販機回るやつじゃないよね。これ古いよね。相模原にあるやつは回るやつなんだけど。これ回らないやつ古いやつだよね。あ、満腹まだ行ってないんだ。りょうさん。まあ一応ガムとニュースと1、1にして、お菓子も1位上げたとして2、4、5、6、7。7点だね。オリジナリティはニュースが1でしょ？UCC とガムで6、7。あと、肉うどん1軒あげてるから、8だね。あ、あるよね、ロボン回るやつ。これで、ね、意外と点、最近にしてはいいな。20、28。10、18、25、29、36。お、高得点でこれ。これトーストとバーガーない中では最高点に近い。やっぱビューが大事。ビューは大事だよ、やっぱ。レトロなんだから。って思ってるでしょ？これ振りじゃないんだけど、次行くとこ、もっとビューがすごいんだよ。あえてだからここ9にしようと思ったんだけど、でも満腹が9だったらここは10にしないと、差別化が図れないからね。次行くとこね、もっと期待してて。こういうビューだから、もっとすごいから。ちょっとね、まだ時間かかっちゃうんだけど。そこはビューがもう最高。やべやべ、これ入れてねえの。どれくらいかかる？ちょっとまあわかんない。まだ、ナビに設定してないからちょっとわかんないけど、ちょっとなんかね、帰り道になんかちょっと面白そうなところがあったんで、まあ、しょうがなくね、しょうがなく、帰り道だからまあしょうがなく、ちょっとなんか観光っぽいなんかあるから、まあ、しょうがなく行ってみようかと思う。しょうがなくね、まあなんかしょうがなく帰り道だから、しょうがないね。帰り道だから別に。しょうがなく。ちょっと画面縦にしよう。しょうがって。
あ、そうだ、俺これ買わないと忘れてた。ちょっと待って、ちょっと待って、俺これ買おうとしたんだ、カルルス。一回スマホ、新聞買う？必要ある？新聞買う必要ない？ないでしょ、さすがに。ワールドカップでしょ、どうせ。なんか言ってなかった、さっき。なんか言ってた、なんだっけ。あ、カルスしかないな。地方紙なんかあった？販売機の名前？これね、リスナープレゼント。九州スポーツがある。九州の九州スポーツ買うかじゃん。出てきた。それも新聞じゃなくて初めて見たんだけど、なんかみんなに言わせると意外とあれらしいですよ。俺は初めて見たんだけど、みんなに言わせるとあるらしいよ。出方すごかったね。ちょっと待って、財布が閉まんない。財布じゃないんだけど、これ閉まんない。地元にある？え、今日じゃないのこれ。ちょっと待って、どこに日にち書いてあるの？今日何日？ 26?そうなんだ。あ、追いついてないんじゃない？印刷が。ワールドカップ印刷が追いついてないんじゃない？夜中だから。ドイツ何時の試合だった？ 3 時の試合？ 3 時の試合だったらさ、5時に終わるから追いつかないでしょ、新聞。
多分3時の試合だったら5時に追いつかないんじゃない。だから前の日のやつをトップに持ってきてるんじゃない。金銘館っていうとね、ちょっとレトロ自販機でした。いやーよかった、来れて。もう二度と来れないよ、ここは。遠い山口県だもん。確かに普通日本線が一面だよね。俺もそうだと思ってたんだけど、むしろ。しかもあれだよ、これ何のこれ。タイミング悪い。あ、でもね、移動しますよ今から。あれだってガールズ競輪知ってる？ガールズ競輪、何ガールズ競輪って。ガールズ競輪、九州地区期待の新星だって。ガールズ競輪って何、まずそんなジャンルあんの、いつからあんの。ご当地すぎる。いやちょっとね、なんか帰り道にしょうがなくね寄れるようなとこがあったんで、今からそっちに車載で切り替えます。とりあえずここは6カ所目だっけ、山口県の金銘館というところでした。じゃあね、枠取り直します。お疲れ様です。鳥四つです。